現在高尾ですけれども、台南までの、切符をですね、自動販売機で買ってみたいと思います。おそらく1でいいんだな。あ、これ先にお金入れるのかな。これだな。で、なんでこれ全票っていうのはわからん。まあいいや。全票、あ、で、台南、82、わ、お、あ、そういうことか。なんか特急料金みたいなのが取られたのかな。82円になりましたけど、レシートがなんかついてんのかな。買うことができました。高尾から台南まで、はい、2番、台南駅重圧2番、2番ホーム北上のやつですね。2番線10時44分、なんとか無事に、高尾駅を出発しました。ちょっとハラハラできる。でもね、ちょうどいい時間にあったので、今台南まで45分ぐらい。台南駅に到着しました。台南に来るのは2回目です。ここが出口になります。よいしょ、切符あった。切符ですね。これで台湾のね、切符はね、必ず出てくるんですよ。日本の場合は入ったままなんだけど、多分これね、買うときに領収書とか出ないんで、これが領収書の代わりになるんじゃないかなと思ったりもしてるんですけどね、ちょっと分かりません。現在台南駅にいます。駅の前です。で、今ですね、これから彦将軍廟へ行こうと思いまして、3路線というやつのバスを待っているところです。これはですね、2なので違いますね。ここで3のやつを待ってて、それに乗って、行きたいと思います。ポカリスエット買いました。今ね、お昼ご飯食べてたんだけど、いいとこでしたよ。なかなか優しいおばちゃんがいて、で、八角の匂いもですね、そんなにきつくなく、日本人好みの優しい味で、なかなか良かったです。ちょっとこういうとこ探して歩くと楽しいかもしれませんね。以上です。待ってた場所がちょっと違うバス停で、それでですね、今走ってきました。出発するところだったんだけど、手を挙げたら止まってくれて、乗せていただきました。ありがとうございます。こんな感じですね。多分このバスでいいんだと思うんだけど、3号なので、ちょっとドキドキしながら先へ行ってみたいと思います。全く反対側の方にバスが走ってきてしまいました。参ったわー。なんかね、3番のバス乗ったんだけど、それでいいはずだったんだけど、ちょっと、あ、でもこれ、なんだろう、
これでいいんだよな、この3番の回答国小っていうか小学校行きのやつに乗るといいんだけど、そうか、俺反対に行くやつに乗っちゃったんだ。理解しました。ということは、これここで待ってて3番っていうやつに乗っていけばいいんだ。3番の俺反対側に乗っちゃったんだ。待ってるバス停じゃないバス停に来たので慌てて乗ったんだけど、そういうことか。3番はこっちだ。これこれこれ、現在これなので、こっちこう行ってここですね。こっからね、こっち行きに乗ればいいのに、俺こっち行きに乗っちゃったんだ。そういうことか。それで今こっちでまた乗り直すので、ずっとこれを乗っていけば、ここです、道安路口という、ここで降りるとよかったんだけど、そういうことか。反対側乗ってきたんだ俺。でもね、一つ勉強、あそこ、あの、ま、駅前のあのバス停って3番だから同じ方に行くってわけじゃなくて、3番のバスはいわゆるこの1本の路線を往復してるだけで、その途中に駅があったんですね。俺ね、駅が発着だと思っちゃったのでちょっと失敗しました。でもね、一つずつこうやって命に関わらない失敗を繰り返すことで人間は賢くなっていくんじゃないでしょうか。意外に早くバスが来たようです。あら、なになに、止まんないで行った、あんやろ。なにこれ、意外にバスが早く来たなと思って、うお、止まらなかったぞ。5番なのでこれは必要ないんですが、よし、いや、止まってくれた。やっぱしね、手を上げなきゃダメなんだね。なんとか人もこっちが着きました。台湾のバスは停留所で待ってて、手を挙げないと止まってくれません。今やっとそれが分かりました、体験して。で、あっと思って手を上げたら、なんかブレーキがかけたんだよ。